重藤行のそれ、古典にありますよおーギ<っ>ちゃんありがとうございますここからは金曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間ですけれども、はい、今日 声あの「よ」ってやつです今日あの浜祭りがものすごい盛り上がっていて、うん、僕が登場した時も「待ってました!」って声があったりとか「うんね、イケメン!」とか言われてたああ言われてたもう <laughs> 大合唱だった <laughs> 絶叫だったしかももう。<laughs> 西川さんの時ててもキャーってコもあったし、んなんと言ってもやっぱ武田鉄矢さんが出てきた時の鉄矢、うん、さんっていうのはやっぱすごかったな、うん、と思いましたね。坂本先生ってね。本当だね。みんなもう先生に久しぶりに会うぐらいの気持ちで、うん。確かにね。声かけてたね。だからもうそんなこの客席観客席から声援がかかることについて、まあ今日はお話ししたいと思うんですよね。うん、このよ待ってましたみたいな中でも。 最もポピュラーな伝統芸能はやっぱ歌舞伎だと思うんですよね。うん、こう歌舞伎を見ていると。 観客席、客席の後ろ側から突然、あ、たや、みたいな、うん、なりたいや、みたいな声が声援があるんですけれども。僕も歌舞伎を初めて見た時、客席の後ろから声がかかったから、えっつってこう振り返った記憶があるぐらいで。多分初めて歌舞伎を見た方は、えっ、なんだろうと思って、待って、後ろを振り向く方も大勢いると思うんですよね。うん、この後ろから、あ、やっとみたいな声がかかることを、大向こうって言うんですね。大向こう、漢字で書くと、大きく向かうに、う、ひらがなのうで大向こうって言うんですけど。 実はこの大向こうにはものすごいいろんな決まり事とか厳格なルールがあるんですねそうなのうないつも適当によっ「よょうちゃん」とか言ってたけどあもまか、あ、ら、ね、ルール違反ですねごめんなさいでもあ,のあれですよねだから私が言うのは NG なんですよ。<さ>司会進行の人だから女だかからら女え うん、ちょっとそれ、どうなの、ジェンダーなんとかじゃないの。<laughs> これは、まあね、<laughs> あの、こう、まあ、男性がかけるっていう文化で来てるものだから。あまあ、ひとまずってことなんですけど、まあ、その大向こうの、一番の最大のルールはですね、ルールは。基本的に、僕たちみたいな一般人は、ブルボンさんとか西川さんも含めて、一般人は。声援をかけてはいけないっていうのが、歌舞伎のルールなんですね。<ー>大向こうかけちゃいけないんですよ。え,え、あれ、かけてる人は特別な方たち。なんだブルボンさん、あれはプロ集団なんです。そうだった。 あのマッタッタとかとかこういうのはあれプロ集団であの人たちが声をかけるからあの人たちにお任せして僕たちは声をかけてはいけないんですね。これがもう最大のルール。でなんでプロ集団があるかっていうとその方々は声をかけるタイミングとかかける内容とかそういうものを熟知しているからそこから外れたことは基本的にやっちゃいけないので。 <が>はい、安心の声がけどうやったらプロになれるんですかな、まあ、なんで次次から次へと新婚みたたいなありがたい話です、ね、<laughs> 普通にやっぱ気になるよねこの流れは。あの最初に何度もあの大向こうになりたいなと思ったら何度も何度も劇場に通って、うん、大向こうの人が「タヤとかかけてるタイミングを勉強するんですね勉強したタイミングで何度かやっていくと「あこのタイミングでかけられるな」って自分で自信がついた人だけパッてかけるんですよ。一回かけられるうん まあ勇気出してやってみる、うん、そうすると後ろからつかつかってプロの人が来て、うん、トントンで繋がってた叩かれて、うん、じゃあプロになってみないかってスカウト生だからゴチになりますみたいなんかちょっと言い方が下手くそな人はずっと待ってても肩が叩かれなくてキョロキョロ後ろ見てまだかなってやってんだ。<laughs> でだな人はやっぱここではかけないでくださいねって言われたりして<ー>だから自分であ行きたいなじゃなくてなで 何度も劇場に行ってその演目を見て演目ごとによって違うからね演目を見てあ、このタイミングで行けるってのをちゃんと分かった上で一発目かけてみるっていうのが大切なんですよねだからこのスカウト制なんですけれどなん、まあ、でスカウト制になったかというととにかくね、レパートリーが多いんですよ例えばあの大河ドラマの伊達店でおなじみの中村勘九郎さん、うんはい、中村勘九郎さんは中村だから中村やって声をかけるわけなんですね、うん、中村勘九郎さんは中村や っていうとじゃあ,昨日あ去年就名した市川恵比蔵さんから男十郎さんになりましたけれどもこの市川男十郎さんにはなんて声をかけるかっていうとえ男ちゃん <laughs> <laughs> ごめんなさい不勉強です。<laughs> これはね成田屋成田屋,成田屋っだ。そうだ。私見たんだけどな。で成田屋の理由はあの初代ダ十郎ュウロっていう方が子供があのああのアトトがいなくてあどうにかしたところ成田さんの新少人のところに行ってお参りをしたら子供が生まれたってことで、うん、成田屋って声をかけるみたいな言われが。うん、えダちゃんとかエビちゃんはでもなん？基本的にもう。 ほ本当ボコボコにぶっ飛ばされてにもうちゃんとした厳格なルールがあるで例えば、えっと、歌舞伎界の今のトップは、えっと、尾上菊五郎さんなんですけど尾上菊五郎さんには「音や」って声をかけるんです「や<ー>」で同じ尾上っていう姓である尾上松緑さんには「とや」ってかける場合もあるんだけど「 清町って言って住んでいる、住んでいる場所。清町食べる,る,、えー、る場所。食べる場所。だから、このそれも人によって厳格なルールがあるから。それまでこうマスターしていないといけないっていうのが、えー。 だからやたらめただんちゃんって言うともう。本当おいっつってあ。でも今ヨうちゃんに学ばせていただけてよかったわね。<laughs> <私>確かによ、よく<え>。ここにされると。じゃないのとか、なりたいじゃないのみたいな思うことあったけど、<laughs> それって地名言ってる。ん地,<名> <laughs> 地名か何々あの二パターンしか許されないの。これまたプロポーズさんのこと言って。あとはですね。<laughs> あのい、大事なことが、あとね。<laughs> 待ってましたっていう掛け声をかけられる場合があるんです待、うん、ってましたがいいんだそうこの待ってましたって声をかけられる場合があのこれがねお祭りっていう演目があるんですよね、うん、お祭りこれはね江戸の三大祭りであるあの赤坂の神社にお祭りに関するまあ、そこに参加するとびの頭を描いた作品なんですけれどもとび、うん、の頭って江戸っ子にとってどんな存在だて覚えてますかあのヒーローそうだスーパーヒーローですね、うん、ファッション でももうすごく有名だしかっこいい憧れの存在ですよねそんな飛びの頭が出てくる作品がお祭りって言うんですけどお祭りって作品は幕がガーって開くと三味線音楽の清本っていうのがちゃんちゃって流れてその後飛びの頭がつか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 ってやってくるで真ん中に立った瞬間に後ろから大向こうで待ってましたって声をかけるんですあじゃあ待ってましたそのタイミング以外はないんだないですでなんで他の向こうはないんですか他の向こ基本的にない<ー>でもなんでそこで待ってましたっていうかっていう,ていうと 待ってましたに対してトビの頭役の歌舞伎役者が「待って」と「待って」 いたとはありがてえって返すんですね、えー。そんなコールアンドレス,ポンス。コールアンドレスポンスがある。このコールアンドレスポンスがあった瞬間、やっぱ客席がドカーンって笑いが起きるし。<ー>観客席と、まあ舞台のその垣根が取っ払われる感じ。な感じでも、すごくこう、みんなが盛り上がるっいう演出があるんですよね。えー、じゃ、お祭りの時は、それ言える人すごいワクワクで待ってんのね。そうですね。上手、うん、い人はそこにスポーンって入るんで、うわ、かっこいいと思うし、うん、外しちゃうと、ちょっと間抜けになっちゃうから。周りが人。

あれは良い調だい勉強 <laughs> 今度行ってみたら良い調って。一て <laughs> <laughs>、ね、<laughs> 今日は大向こうのお話でした。しげふ事業のそれ古典にありますよ。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR、おいでをクリエイティブの YouTube チャンネルぜひチェックしてください。